皆さんこんにちは、賃貸のお席です。本日は JR 奈良駅の東側歩いてすぐの場所にございます、東和奈良ハイタウンさんの一室の方に来ております。まずこちらが玄関のスペースとなっております。あらかじめついているシューズボックスがかなりね大容量のものになってますので、ご家族分の靴もすべてねすっきりと収納していただけそうです。そしてこちらがですね、水回りのスペースですね。脱衣所がありまして、こちらワイドな洗面台ですね。隣には嬉しい室内の洗濯機置き場がございます。そしてこちらが浴室ですね。肩まで使っていただける大きな浴槽が入っておりますね。大変水回りもですね清潔感がありますね。そして、隣にはお手洗いがございまして、こちらもですねしっかりと広さがある綺麗なおトイレとなっております。廊下を挟みまして反対側がですね洋室のお部屋となっております。大きなねベッドなども置いていただける広いお部屋となっておりまして、収納の方はこちらですね、一間半分のですね収納になっております。ハンドウェーブは高い位置についてますので、長いコートなどもねかけていただけるようになっております。気になるリビングの方はこちらですね。はい、こちら縦長のですね大変広々としたリビングスペースとなっております。キッチンの方はこちらのオープンタイプになっておりまして、シンクもかなり広々としておりますし、こちらにはねコンロを置いていただけるようになっております。さらに収納の方もですね上下にこのようにですねたっぷりついておりますので、調理器具などもしっかり収納していただきそうですね。温度調節の方はこちらの方でしていただけるようになっております。で、気になるお部屋からの景色なんですけれども、こちらはですね東向きということで、奥の方には若草山ですとか五重塔なんかも見えますね。奈良の景色を楽しんでいただけるお部屋となっております。またバルコニーもこんな感じでお洗濯物もねしっかりと乾かしていただける大きなサイズとなっております。で、お部屋の方があと2つございまして、和室のお部屋となっております。こちらが6畳の和室のお部屋ですね。こちらからもバルコニーに出られるようになっております。で、こちらも同様の大きさですね。で、収納の方はこちらになっております。一間半分のですね押し入れ収納となっておりまして、こういう形でお布団や大きな衣装ケースなどもねしっかりと収納していただけるようになっております。まあ、こちらの 3LDK の間取りということで、ファミリーさんや新婚さんに大変おすすめの物件となっております。ぜひ駅西武園ですねお探しの方に見ていただきたい物件となっております。詳しくは当社のホームページでご確認ください。以上でご紹介させていただきました。奈良のおもてなし奈良おころ賃貸お席では、55キャンペーンやネット予約サービスなど様々なサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。